映画ファンディング新しい未来をつかみ取れ。平和の虎、新旧虎談義。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、また平和の虎なんですけども、なんと待望のやっと女性の虎にお越しいただきました。よろしくお願いしま す。お願いします。はい、ご紹介しますけれども、荒木杏奈さんとおっしゃいます。今日は定番で最初の平和の虎ですので、決まったことを聞いていきたいと思いますけれども、まず荒木さん、お生まれはどちらですか？はい、東京になります。あ、じゃあもう田舎がない方。はい、そうです。はい、ずっと東京ですか？割とずっと東京なんですけど、はいはい、カンボジアに5年間住んでたことがあります。そうなんですね。ちょっと今日までの歴史を少し教えていただきたいんですけれども、はい、小学校中学校っていうのは普通に公立ですか？そうですね。はい、で、高校はどちらですか？はい、高校も公立で。あ、高校も公立で、はい、その後のことも教えてください。その後ですね、はい、就職をしまして、はい、テプテーニというインターネットの広告代理店に入ってます。はい、ここの近くにあるんですけども。あ、そうなんですね。はい、そこではどんなお仕事をされてたんですか？はい、そこではインターネットの広告の、はい、運用だったりとか、はい、営業を少しやっております。あ、営業もやったんですか？はい、そうですか。はい、ここからどんな風に流れていきますか？カンボジアにはいつ行かれたんですか？はい、その後ですね、 SBI っていう会社に入ってます。はい、はい、で、金融グループなんですけども、はい、そこで国内のマーケティングをやっていて、はい、その中で、うん、東南アジアの投資環境を調べていく中で、はい、カンボジアが面白いんじゃないかと。なるほど。いうことで、はい、辞めてカンボジアに、うん、移住をしました。何歳の時ですか？26とかですか？ああ、はい、そうですか。実はですね、ご覧になっていらっしゃらないかもわかんないんですけど、実はこの令和の虎でちょっと前にですね、はい、カンボジアにプロ野球のチームを作りたいっていう志願者が、ちょこっと見た気がします。あ、見た気がします。はい、はいはい、そこでちょっとカンボジアっていうのがね、印象に深かったんですけども、今のカンボジアっていうのはどんな感じの国なんですか？まず平均年齢が非常に若くって、はい、24歳とか25歳なんですね。はいはい、で、本当おじいちゃんおばあちゃんがいなくてですね、日本とも真逆を言ってます。真逆ですね。はい、はい、全然高齢化社会じゃないんだ。そうなんです。はい、なので流行ってるものが食べ放題とか、はい、ゲームセンターとか、はい、もう日本じゃ流行らないですよね。なるほど。はい、そんなものが流行ってる。で、そこのカンボジアに都合5年ぐらい行かれてた。はい、そうなりました。はい、そのカンボジアでは何をされてたんですか？はい、まず最初は金融グループでジャパンデスクとして働いてたんですけども、はいはい、そこで自分が不動産に投資をしてみたんですね。はい、はい、で、私が投資したのが2012年ぐらい、はい、で、外国人が現地で投資ができるようになったのが2010年からだったので、なるほど、まだ外国人がほとんど参入していなかった、はい、そんな時期です。はい、で、投資をしてみた物件が結構当たったんですね。はいはい、で、なんでその物件投資をしたかというと、うん、リーマンショックで止まっていた物件だったんですね。なるほど、なるほど。はい、で、そこの物件に対して、はいはい、現地で2番目に大きな銀行がうちが救済に入るから買った方がいいよっていう話を直接、はい、いただいて。その時ってアンナさんまだ会社員だったわけですね、一応立場としては。そうです。はあ、なるほど。そこからじゃあ始まるわけですよね。じゃあ今から10年ぐらい前ですから、そこから順番に順番に物件を買っていったんですか？そうです。で、うん、1つ目が結構1250万円で買ったのが半年で2000万円ぐらいになって、はい、なんだこれはっていうことになってですね、はいはいはい、で、カンボジアは米ドルで投資ができるんです。はい、うん、で、それも結構大きな魅力なのと、なるほど、銀行の金利が 5% つきますので、はいはい、貯金をそっちに移すっていうだけでも魅力な国なんですけども、で、それでまあ物件を買い回していって、はい、これは面白いぞということで仕事にしようと、うん、ということで現地で起業してます。はい、その起業された時っていうのはもう会社員の立場は捨てられた感じですか？はい、辞めてですね。はい、辞めて独立起業した。会社を作られたのが正式に何年前ですか？2013年、はい、今から9年前。そうです。はい、ということは当たり前に今期9期目になるっていうことですか？はい、カンボジアの方がそうなんですけども、はい、その後2015年に日本に宅建業を取って、はい、日本の不動産も取り扱うようにしてるので、はい、日本からすると2015年からになります。うん、ということは法人格としては今お二つ持ってらっしゃるっていう感じなんですね。はい、はいはい、さあ今日現在で荒木さんの仕事をちょっとご紹介いただきたいんですけど、はい、主にどういうことが仕事になってますか？はい、基本的には投資家のお客様に海外の不動産をご案内してます。はい、はいはい、で、特にカンボジアに拠点が今でもありますので、うん、カンボジアの物件を得意としてるんですけども、はい、物件のご案内させていただいて、はい、投資していただいて、はい、物件ができたらその物件の管理を現地の方でさせていただいて、なるほど、そして、出口のところですね、はい、現場のところも現地で
っかりお手伝いさせていただくというワンストップでやってますよっていう、まあ、あの不動産業と言ってしまっていいわけですよね。はい、実はねここに来て立て続けに不動産の会社の社長が荒木さん含めて3人いらっしゃる、はい、あそうなんです、はい、続々といらっしゃいます。あそうですか、はい、まあ、海外ではないですけどね、はいはい、ぜひあの仲良くしていただきたいと思いますけれども、はいね、さ あ, あのこの令和の虎あのいつ頃知りました。私も YouTube のチャンネルをやっていて、はい、その中で他の人がどうやってるのかなっていうのを見て、うん、あのいる中で、はい、始めたのが2002年くらい前かな、はい、うん、なのでそのぐらいから見出してます。あもうそのぐらいからは存在は知って見えた。はい知ってました、はいあのそんなに女性の虎がいらっしゃらないですけれども、はい、勇気を持ってあのお越しいただいたと思うんですけども、どんな虎になりたいですか。そうですね、しっかり、はい、あのリターンを考えて、まあ、客観的に見れる虎になりたいなと、はい、なるほど、はい、まあ、あのいろんな志願者が出てくるんですけれども、はい、こういう志願者が来たらこんなプランが あったら荒木さん当てるってことが実は残念ながらできないんですよね、はい、最初に虎がどの枠に入っていただくかが決まって、その1ヶ月後ぐらいから順番にこう志願者を当てていくってことなんで、はい、全くもって異業種の志願者が来たりとかもすると思うんですけれども、うん、どんな人が来たらなんかこうついつい札束に手が動いちゃいそうな気配がありますか。そうですね、はい、できれば自分の知っている範囲の中で、はい、しっかりとメリットとデメリットをお話ししていただける方がいればですね、うん、ぜひ投資してみたいなと思います、はい、その自分の知ってる限りっていうのは主に違う業種が来るに決まってるじゃないですか。です、ね、なかなかの不動産っていう人が来ることっていうのは確率的に少ないと思うので、はい、それは大丈夫ですか。はい、想像力豊かにしてちょっと頑張りたいと思います。本当に僕期待するのはですね、花井ママぐらいだったんですよ女性が。ですからぜひともですねポジションがありまして、はい、大体花井ママが来ると華やかなんで、はい、3枠に座っていただきます。はい、ここですね。はい、今日も荒木さん女性一人なんで、ど真ん中に最初から座っていただいてですね、花をね、はい、ぜひとも皆さんにお見せいただきたいなというふうに思ってますけれども、はい、末永くぜひとも楽しんでトランもね、やっていただければいいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、これからよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。